皆さんこんにちは、まもちです。今回は捨てるだけで開運、今すぐ家の中から捨てるべき3つのものっていうところのテーマでお話をしていきたいと思います。みんな大好き、お金を引き寄せる話になります。今日お話しすることマジで有料級なので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思うんだけど、これ実践していただくと、臨時収入があったりとか、あとは今まで出会えなかったようなこう人だったりとか、こんな世界あるんだっていう情報とかにどんどんね出会えるようになっていきます。今回ね、捨てる、断捨離とか手放しっていうところのお話をしていくんだけど、そもそもなんでその物を捨てたりとか断捨離をするとお金が来るのかっていうところですよね。多分ね、疑問に思ってる方もいると思うので、その観点まずね2つお話をしていきます。で、まず1つ目が、そもそも古いものでいっぱいだと新しいエネルギーが入ってこないからなんですよね。例えばコップで考えていただければと思うんだけど、じゃあ今コップに入ってる水があんまり綺麗じゃない、ちょっとじゃあ汚い水がね入ってるとするじゃない。で、そこにじゃあ綺麗な水を注いだところで、混ざってっちゃうから、なかなかコップに綺麗な水って入らないじゃないですか。そういう時ってやっぱりまずその汚いって言っちゃったまずそのあんまり綺麗じゃないコップの水を捨てて、そこから注いだ方が早いし、そっちの方が本当に純粋な綺麗な水だけが入ってくるわけですよね。これはコップの例で話したんだけど、つまりどういうことかっていうと、やっぱり物でいっぱいだと新しいものっていうのは入ってこないです。で、さらに言うと、私たちの世界って私たちも含めて全てエネルギーでできてるんです。エネルギー体なんですよね。だから他にあるお花もエネルギーだし、私もエネルギーだし、皆さんが見ているこの情報もエネルギーなわけですよ。で、エネルギーって、さっきのコップの例と一緒で、古いエネルギーでいっぱいだと、そこにいくら新しいエネルギーを入れようとしても、やっぱりなかなか入らないんですよね。だから、新しいエネルギーを入れていきたいのであれば、エネルギーっていうのは、お金もエネルギーだし、新しい情報、人の出会い、チャンスっていうのもエネルギーなわけですよ。だから、これからね、新しく収入を上げていきたいとかさ、新しい次元に行きたいと思ってる時に、古いエネルギーをやっぱり一回捨てなきゃいけないんだよね。だから、やっぱり一回手放すと、そこに余白ができて、勝手に新しい今の自分に合ったエネルギーっていうのがどんどん引き寄せられてきます。なので、一つ目の理由としては、物もエネルギーなので、古いものでいっぱいだと、そもそも新しいエネルギーが入ってこないので、まず捨てるべきです。二つ目の理由としては、思考とか執着だったりとか、重たい思考も一緒に捨てることができるっていうところです。お金っていうところに観点で今日お話しするんだけど、お金ってやっぱりその重たい思考とか執着があるからなかなか引き寄せられなかったりとか、入ってこなかったりとかするんですよね。やっぱりお金に執着をしてしまったりとか、お金は汚いとか、お金をもらうのはすごく大変とか、そういう重たい思い込み、そういうのをやっぱり持ってるからなかなかお金が入ってこないです。で、物を捨てていくと、このあたりのですね、執着とか重たいものっていうのも、おのずと捨てることになっていくので、物をね、捨てているんだけど、思い込みとか重たい思考っていうのも一緒に捨てることができるので、結果として一つ目の理由に話した余白ができるっていうところと、重たい思考を捨てていくことができるので、臨時収入だったりとか、豊かになる情報っていうのがどんどん入ってくるんですよ。すごくない？捨てるだけだよ。物にもよるけど、捨てるのってただじゃない。こんなに簡単なことってないので、今から話す3つの視点で、ぜひね、実践してみてください。これから捨てるべきもの3つお話をしていくんだけど、じゃあそもそも家の中のものたちですよね。捨てる基準っていうのは何かっていうと、一つだけありまして、それはもう一度買うかどうか。これです。これが大事な視点になってきます。だから洋服もアクセサリーも家にあるなんかぬいぐるみとか小物も、もう一度買うかどうか。で、買わないんだったら捨てるべきっていうところです。で、これはなんでかっていうと、さっき私たち全てエネルギーって話をしたんだけど、今買うかって言われて買わないっていうことは、今の自分のエネルギーと合ってないんですよね。で、例えば、すごくお気に入りで2年前に買ったワンピースなんですけど、今の自分が買うかって言われたら、今は買わないと思うのであれば、それはもう古い自分のエネルギーなんですよ。さっき話しましたよね、古いエネルギーの話。だから、これは置いておくと、新しいエネルギーが入ってくるのを拒んでいることになるので、古いものっていうのを捨てていく。その観点として、もう一度買うかどうかっていう視点はすごくおすすめです。私もこの視点ですごく断捨離やってます。で、その中で皆さん身近にあるもので、この3つは特にこの視点で考えた上でみんなが手放しづらいと思うから、手放してほしいってものと、理由で今からお話をしていきます。まず一つ目が、人からもらったものだったりとか、アルバムのような思い出のもの、これを手放していきましょう。そう、人からもらったけど自分で今買うかって言われたら買わないっていうものです。
ね、これってなんで捨てられないのか。例えば自分で買ったネックレスだったら捨てられるんだけど、彼氏にもらったネックレスだったら捨てられないとかさ、あるじゃない。それなんでかっていうと、物はだって一緒なわけじゃん。でも人からもらったっていうものが入ってくると捨てられない、これが罪悪感なんですよね。これがさっき断捨離をするとお金が入ってくる理由の2つ目に話した思考を一緒に手放せるってこと。要は自分に罪悪感っていう思考が強いんですよ、このタイプの人って。だから人に申し訳なくってお仕事を頼めなかったりとか、誘いを断るなど申し訳なくて自分の時間とかを使ってしまったりとかっていうところで、あらゆるところでこの罪悪感っていう思考が自分の豊かさも阻んでいるんですよね。だからこのものを捨てるっていうのももちろん軽くするっていう意味の目的ではあるんだけど、これを捨てられるようになると一種罪悪感も捨てられることになるんですよ。だからそれ以外の罪悪感っていうのも軽くしていくことができるので、もうめちゃめちゃ豊かさきます。来ると思います？来るんですよそう、だから人からもらったもの、思い出のもの、これはぜひ捨てるべきものの一つです。アルバムだったりとかプレゼント、これも自分がもう一度買うかどうかって言われたら、買わないのであれば手放していきましょう。次、二つ目が高かったものです。皆さんもあるんじゃないですかね、このワンピース高かったしなとか。例えば友達の結婚式とかで出席するために買ったワンピースとかって、多分ちょっと普通の服より高いものを買ってると思うんですよ。でもさ、3年とか4年とか経ったらさ、今の趣味と違うものとか出てきたりするじゃない。20代前半はこれでよかったけど、今だったら着ないってもの、でも高かったしな、捨てるのはもったいないしなっていうものですね。これも今もう一度買わないんであれば捨てていきましょう。これはなんでかっていうと、もったいないっていう思考があるんですよ。でもったいないもね、本当にお金を遠ざけるからマジで捨てた方がいいです。もったいないって、もうその思考がもったいないもったいないっていう思考が私からするとマジもったいなくて、この思考を持ってる方がどこに、豊かさを阻む思考としてやってくるかっていうと、もったいないからお金を出さないとかなっちゃうわけですよね。で結局お金って出すから入ってくるんですよ。もう一回言いますよ、お金は出すから入ってくる、出すのが先です。なんでかっていうとエネルギーなので、出したらその余白にお金が入ってくるんですよね。でももったいなくて、なんだろう、その減らないためにお金を出さないようにしてるかもしれないんだけど、出すことによって巡ってくるのに、私からするとマジその行為自体がもったいないって思っちゃいます。みたいな感じで、もったいないから捨てられない、もったいないから取っとこうって思考がある方はそういうところにも波及していくので、これも捨ててほしいです。最後3つ目、それがいつか使うかもって取っておいているものです。洋服だったりとか、アクセサリーだったりとか、書類だったりとか、本とかですね、参考書とか、これも捨てていきましょう。で、なんでかっていうと、いつか使うかもっていう思考がある方っていうのは損得思考が強いですよ。要は損したくないんですよね。いつか使うかもって思って取っておくっていうのは、なかった時にうわまた買わなきゃいけないとか、うわあの時捨てなきゃよかったなって後悔したりとかしたくないから取っておくわけですよね。これって損得思考ってんだけど、損得思考もお金を遠ざける思考の一つになります。もうだってさ、損得って正直私はある程度予測できたとしても分からない部分ってたくさんあると思うんですよ。で例えばこのアクセサリー捨てたからといって将来必要になるかどうかって分からないじゃない。自分が、ね、やりたいことが見つかりましたとって、そこの講座に行くかどうかを迷ってる時って、これが役に立つかなとか、自分に合ってるかな、合ってなかったらこの出したお金が無駄になっちゃうから損したくないなとか思ったりすると思うんだけど、そんなのやってみなきゃ分からないじゃないみたいな感じで、自分の挑戦だったりとか、前に進むものだったりとか、そういったお金を得られるチャンスとかも、この損得思考が強い人っていうのはやっぱ逃してしまうんですよね。だからいつか使うかも取っといてるものっていうのは、この損得思考っていう思い込みがはびこっているので、ぜひねそれも捨ててあげてほしいなと思います。っていう感じで、捨てるべきもの3つお話をしました。で、まず最初の視点としては、これは全部に共通で、もう一度買うかどうかっていうところを考えてどんどん捨てていってほしいんだけど、今話した3つは、特に皆さんが捨てられないものって、なんで捨てられないかっていうと、重たい思い込みっていうのが結びついているからなんですよね。で、お金を持っている方、豊かな方っていうのは、なんで豊かなのかっていうと、豊かなマインドだから豊かなんですよ。で、豊かなマインドっていうのはさっき話したような罪悪感、損得思考だったりとか、もったいないって思考、これが本当に豊かな人は少ないんですよね。豊かだからこの思考が少ないのではなくって、逆でこの思考が少ないから豊かなんですよ。もう本当にそうなんですよね。で、私の周りもそうだし、成功してた方もこのマインドを持ってるから
成功していくんですよ。だからスタート地点がたとえ同じだったとしても、同じ性格、同じ、経済状況、同じバックグラウンドだったとしても、この豊かなマインドを持ってる人と逆に貧乏なマインドを持ってる方だと結果が変わっていきます。それぐらいマインドってすごくすごく大事で、でこのマインドっていうのがやっぱり物を捨てることによって思い込みを捨てることができて変わっていくんですよね。なのでぜひこの特にこの3つ手放してほしいなと思いますし、一番目に話したエネルギーの余白を作るっていう観点でも、これら3つのものっていうのは捨てることを邪魔してしまうものたちになってくるので、積極的にやってみてほしいなと思います。本当に物を捨てるだけでお金が引き寄せられるってこんなに安くて簡単なことないので、ぜひぜひやってみていただきたいなと思います。もし実践してみていい報告があったら、 YouTube のコメント欄だったりとか、私のね Instagram の DM の方にいただければ嬉しいなと思います。はい、というところで今回動画はこちらで終わりにしたいと思います。もしよかったらね、今日の動画参考になりましたって思ったら、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。それでは皆さんありがとうございました。じゃあねー。